っと教えてください。はい。奇襲釣り。あ、じゃあ、これから行きましょうか。ね。攻め深場から。奇襲マッハ。奇襲マッハ。まあ、あの、水を入れるとできるんですけど、それにちょっと網エビや、こういう、ばらけやすいのとか、締めやすいのとかを、あの、入れていく感じですね。これはベース。ベースですね。これベースで、はい。で、開けて、そうです、そうです。もうこれに、あらかじめ、もう、押し麦や、さなぎが入ってるんで。チョコナッツ。入りになったら白い。うん。あ、入れました。あ、はい。あ、はーい。だごはアビエビの素手ですか。もう一杯ぐらい。はい。で、あ、はい。もう一杯ぐらい。はい。これぐらい。はい。で、それを、はい、まあ、あの、まんべんなく混ぜるんです。それがちょっとややこしい。ダマにして。ダマにせんとね。で、僕はサナギを入れるから、ちょっとだけ、水でサナギ粉に水分を吸わします最初。まあ浮くという仮説で浮くらしいんで、サナギあのばらけにくかったらサナギ入れて あるんで言うてください。こういう感じでほぐしていくんです。これがもう大変なんです。ばらけさせるで、それから水を加える。これが実は1時間ぐらいかかるんで、家でやってるんです。いつも現場でするのはちょっと惜しいから。でも久しぶりなんで、今日はで現場で。できたんですか。あ、粉がね。これでこうやって浮きも海面に落として、はい、で浮き止め糸を、まあ小さいこと喋る必要ないですね。浮き止め糸を出すんですよ、もうガイドから全部。はいはい、これ今出た状態。これ今カタカタ、ほな投げた時にカタカタカタってなれへんす。一番上前にあります。一番前にありますね。これですね。はい、出ました。でこれが出た状態で投げて、はい、まああの今度まあ今ちょっと余分出てますけど、はい、できるだけ引っ張っていた時にこう糸のよれでね、はい、糸のよれで入っていくんです。この浮きがね、はい、それがないように糸がまっすぐこう行くようにしてあげてください。で、これ今のこの状態だと、浮き止め糸が、あ、浮き下が入ってない、入ってないでしょ。入ってないでしょ。でも、わずかです。で、最初、トントンがどれぐらいなんかで、浮き下はかないとダメなんで、最初、トントンで、海面に、浮き止め糸を浮かせることが、カン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 と、こう、浮き止め糸がガイドに当たると、それが抵抗になって団子が割りやすいんで、そうならないように、はい。ちょっと油断したらね。この頃ちゃんと足ないわ、やっぱり。常にハレスで切るんですね、この頃。浮き止め糸、こなし見やすいようにしたまんまですよ。ほんまに流れないですよね。これ、もう奇襲釣りには持ってこいですよ。あ、まだ深い。ああ、かなり深いですよね。へえ。で、距離出したらもっと深いんですか、これ、一郎さん。そうですね。あ、そうっすか。15メーターほど掘ったらほんまに15メーターぐらい。あ、はいはいはい、そうですよね。最初団子が何秒で割れるかをカウントして、それがリズムになると思うんで、じゃあ浮いてくるまでどれぐらいかを見て、カウントでね、はい、それで組み立てていくと、チヌが釣れるのが、チヌとの距離が縮まるっていうか、ちょっとすいません、大したことなくて。
あ、なんて言って、チルが、そう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 、あ、それがいいですね。一郎さん、賢いですね。すごい、素晴らしい。そうです。はい。チルが近くなる、で、やったですかね。あ、近づけ、あ、そう、すいません。今聞いたとこやろ。あいつ大したことないで、みたいな。ああ、でもこ、そのね、あの、側腸団子はしっかりに握れるんで、うん、うん、いいと思います。はい。全然割れ、全然割れないでしょ。それも特徴なんだ、その団子の。10回握った。あ、はいはいはい。あ、もうそれは、あ、はい、そうですね。ちょっと素晴らしいです。それを数えてるのは素晴らしいです。あ、お前のせいやったんか。いやだね。あの、金の針、やめます。あの、金の針やめて、あの、白か何かしましょうか。これ、金の針は、これ、サバにやられますね。うん。まあ、釣れたからって、すぐ外れるからいいですけど。ふぐ。ねえ、大きかったらいいですけどね。ほんま割れません、一郎さん。回収、そう、もう回収です。はい。では、俺だ。投げた、割れた。あ、ちょっと、水入れますか。そう。あ、はいはいはい。あんまり割れそうやと、チヌパワーで締めましょうか。うん、うん。ああ、これ、やっぱり奇襲釣り好きやな、俺、これ。ええわ。ほんま好きそう。ああ、もうね、そう。ちょっとさ、一個ちゃうけどさ。うん。あの、よう、一郎さんの見てるさ、釣り番組が出てくるさ。はい。笑顔の素敵なさ、村上さんと。ちゃんおるやん。村上春子。見てない。村上春子。あ、もうバッチリです、バッチリです。それでね、トントンで団子をつついてくるやつが何かがわかるんです。で、あの波紋が出るでしょ。団子がつついとるやつがおると思うんです。で、餌つけたらあれを今度食うてくるやつがおるんで、その変化を見て、何なんかなと思って、だんだんわかってくるんで。とりあえず餌つけたらいいですか、これ。餌つけて、大丈夫です、大丈夫です。はい、割れ具合を見て、何秒なんか、うん、何秒なんかを見て、で、あの、なんで何秒かを見るかって時に、そこに這わした時に、間違いなく30秒で割れる団子を作ってたら、30秒経ったら、這わしてたら、今度、浮きに今度、あの、浮きが上がってこない状態、普通にもう、あの、ある状態なんですね。で、そやけど割れたんが30秒後に割れとうというので、釣りが展開が、あの、できるっていうことなんです。うん、そうでないと、団子がいつ割れたかわからないと、こう、チヌ釣りが成立しないというか、目安は30秒ですか。うん。それがまた難しいですけど、まあ、それぐらいがいいですね。ここだと30秒ぐらいがいいです。はい。割れてました？ははは。はいはい、ちょうどいいですね。そう、はい。これ展開早いし思ったらいいんですけど、この深さでね、10秒で割れる団子せえたらね、きっとそんなことは無理やと思います。神様でもね。秒単位でなんか割れるなんかね、調整なんか無理です。ただね、それに近いことはするんです、僕らも。落ちたら割れるまではするんです。ただ、イメージです。そうなっとやろと。ここやったら通用せえへんですよ。この棚、この深さやったらね。いやいや、いらない、いらない、いらない、いやいや、いや、こどういうとこ、ためる。いや、これ、いや、軽いねんけど。あ、でも、チヌは、チヌは、あ、タイか。あ、タイや、赤いわ。マダイ、ま、天然。ほら。チャーリー。チャーリー。ハマス。
いや、みんな、なんで離れていくの？いや、離れないでください。いや。こんなもんみたいな顔でいいんかな、俺。いや、もっと言ってくださいよ。いや、全然。入った。ほら、合わせたから、ほら、イチローさん、ほら、見て、唇かかったでしょ？かかったでしょ？これストリンガーにかけます？なんでやな。けど。はい。これ。校長どうしましょう？リリース。ほら、行ったじゃない。ねえ。ほら、ちょっと待って。調子乗ってくるよ。ほら、いや、かかった瞬間で、あ、来た思った。やっぱり賢い人は言うことが違いますね。でも今釣った子が親に見つけに行ってるから、怒って。親が敵取りに来るから。ということは大きいのは釣れる。はい。ああ、初めて聞きました、それ。仇取りに来るの。仇のパターンですね。いやいや、叩いとタイヤで、これ。体型や。サワサギ叩いと。弱気やな。でっかい。あ、でっかい。あ、血のか？念願の。やっぱりカゴって。いや、あ、なんか網が微妙やけど。あ、よし、はい、サポート。やったよ。プロおめでとうございます。プロおめでとうございます。すいません。あ、プロ見してください。そういうことあれ？お、美しい。天然や。天然久しぶりよ。しかも、さっきのチャリコが。連れてきた、兄ちゃん。めっちゃアイシャドウも綺麗し、体の斑点も綺麗。すごい顔。やったよ。おめでとうございます。プロ綺麗ですね、それ。今でその意地を跳ねる。え、さっきの子じゃない？ちょっとだけお兄ちゃんだった。入ってよ、ちゃんと。新しいのしよう。はい、チーズ。あ、ボケね、針が大きい方がいいんですけどね。尻尾の尻尾のこっから刺してツーッと抜いて、この胴体のここにから出してもらったらいいです。それででも針がちっちゃいでしょう。背中だけちょんと刺しますか。2つに分けてもいいんですけどね、もったいないから。こう刺して、そんな通すんですか。こんな感じで。お、チルだ、これは。お、チル、これでかいよ。これでかいよ、来たよ。お、タモ、ミキちゃん。タモ。タモがいるかな。お、チルや。あ、青果てや。じゃ。あ、大もはてや。あ、今日でかいよ。
団子の洗礼を受けましたね。あ、そのポジティブな考え方がいいと思います。ね、ボケも無駄遣いです。はい。だ、だ、ちっちゃい、ちっちゃい。ほぐれね。すいません。でも、これ、赤旗。こんな赤旗初めて見ました。あ、赤旗ですね。へえー、やっぱりここは違う。めちゃ綺麗。来た？来たよ、ほんまにないよ。おお、おお、おお。最後に一郎さんに何か来たみたいです。さて何でしょう。すごい引きですね。ちょっと期待しましたが切れました。今日は釣りの学校の皆さんと奇襲釣り楽しめました。いろいろ釣れたし、夜は一郎さんのお家で宴会。自然豊かな紀北町の町活性化に向けて釣りの学校さんたちが頑張っておられます。皆さんぜひ遊びにいらしてください。今日は一日ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、また見てね。